学園音楽部です。朝日です。ゆきなんです。りんごです。ももぴです。すみちゃんです。かなまるです。きんちゃんです。よろしくお願いします。はい、ということで本日の企画は大好評につき第2弾です。くすぐり対決。おお、大好評だったのかなでしょうねじゃないと第2弾来ないですからね、はい、やだで、なんかその第2弾ということなので、多分第1弾の方を見ていただけると、この辺に載ってるのかな、見ていただけるとくすぐりを苦手なメンバーとかいないとかいるとか、何人からしかやってない。あれあれかな、次じゃない。あれなんか不安定なキスじゃない。でこれあれさっきまで、あれあらさちゃん上着は OK なんですか。これは上着は NG です。じゃあ早速やっていきたいんですけど、はい、これどうする、チーム分けっていうか個人戦か。そう、個人戦で、222で分かれてペアでこうくすぐり合うみたいな。はい、これがルーレットなんですけど、なんかこのルーレットには4つ秒数が書かれてて、10秒、15秒、20秒、30秒、30秒もある4つあります。でこれで当たって、はい、耐えれたら成功で、耐えなかったら失敗っていう、はい、個人戦です。ペアを作るところから始めます。まずじゃあ一つ目のペアがきんちゃんとほのぴー。イエーイイエーイ。どうします、先攻後攻とか。最初はグーだけぽい、ぽいだけでしょ。じゃあきんちゃんがこのルーレットを回してもらって何秒かっていうのは、はい、いきますよ。スタート。難しいよな、あ結構空いてる、私の秒数は15秒です。短い方だ。じゃあ15秒も測りますよ。早速いいですか、はい、よーいスタート。お、無駄ですけど、すごい。ほのぴ頑張って。ほのぴほのぴ8秒。なんか悪いことしてるみたいな。え、てか入る、どこから入るの。入ってるよ、これは。これ入ってる。
真似してみました。あ、でも習得した。そう、習得してる。じゃあフライハブも決まったんですけれども、プレゼント、あ、まあまあ、何秒ですか？15秒です。何個が弱いとかあります？別にないかも。首とかはまだみんなやってない。確かに。え、あり、全体で、ね、全身じゃちょっと、全身ってありよ、全然。15秒、足の裏とかでも全然見てます。じゃあいきますよ、りんごさんの挑戦です。よーい、スタート。え、何それ？どういうの？マッサージ。マッサージ、マッサージか。マッサージ、マッサージ、マッサージ、気持ちいい。マッサージ気持ちいい。もう、気持ちいい。もう、これさ、マッサージ、何が誇張になってるの？話きました。かなちゃんがね、この中で一番くすぐりを下手されるのが、ね、下手だと思う。まあ、これはね、ちょっと満場一致かもしれないんですけど、はい、まあ、一応ね、くすぐり用なので、あ、つまなくて平気です。はい、じゃあリンゴさんがくすぐりをいいと思った人ですよね。ということで、かなちゃん負けです。はい、リンゴさんの勝利。じゃあ最終戦来ましたけど、これはもう見なくてもわかる。じゃあさ、雪のかわいそうだからさ、先行高校選ばせてあげよう。これはじゃあ先にスミちゃんやったら。あ、そっか、確かに。じゃあスミちゃん、ルーベスト、ね、長い、30秒。30秒。急所を見つけろ。雪のね、技量にもよりますからね。自分が勝つために頑張んなきゃいけないからね。そうだよ。これはなんかありですか？なんかありだよ。なんかありにしよう。上から入る。上から入る。じゃあいきますよ。スミちゃんの挑戦です。いやいや、そう、ありあり。よーい、スタート。もっともっといけ。頑張れ。もめもめ。けそうそう、腰をもめ。あれ、けキンちゃんもいけ。キンちゃんもう、みんなでいっちゃえ。いっちゃえ。マジで大事よ。で、かなちゃんはな、かなちゃんもむ。誰が一番くすぐらせれるか。ちょっとこの人ダメかもしれない。超ビップマッサージ。マッサージされてるけど大丈夫。え、なんで腰はまってない。ちゃんのなんか勝利じゃなくて、みんなの敗退だ。マッサージ、ありがとうございます。いいマッサージでした。じゃあもうやらなくていいから。ダメです。勝敗だね、やっぱり。決めだけです。梅の。なんでそんなに緊張する？10秒。何秒ですか、雪の？自分の口で言ってくださいね。10秒。違う。はい、動画の時も一番長いに聞いたよね。そうかもしれない。誰かあの高速する人もいてもらって。高速が逃げる。逃げてる。高速にする？ええー、本当に逃げた。じゃあ、明日のことで来ていただいて、覚悟決めてもらって。あ、そうです。座りいいんですよ。まあ。立っちゃダメだよ。じゃあみんな、あの、逃げそうになったらみんな。あ、わかりました。はい。ダメってやってた。はい。ダメがかり。あ、そうです。じゃあ行きます。雪乃の挑戦です。よーい、スタート。もうなんかみんなやったけど、
私の独断と偏見で、くすぐり王はスミちゃんです。耐えてました。これはやった。キンちゃんもね耐えてたけどね、で秒数がもうスミちゃんは全員から来てた。全員からなんか来た。ちょっと助っ人を呼んでみたけど無理だった。確かに確かに。はい、大好評につき第2弾やらせていただいてありがとうございます。はい、ということでですね、くすぐり企画皆さん楽しかったですかね。どうかな、どうかな。まあ、ということで、ね、楽しかったなとか、またね、やってほしいな。いや、もういいです。浴衣いたらね、ぜひぜひコメントとか、あの通知のオン、そしてフォローの方よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは以上、私たち、やんちゃん学園音楽部でした。